なんで勝手に決めるの？冗談じゃないわよ。ええ、お父さんは君の人生のためを考えて。私は今のままで十分幸せなの。はるか、聞いてくれ。いや、おじさんも私を捨てるの？私もう一人になりたくない。そうじゃない。俺といるとまたお前に怖い思いをさせる。怖くなんかない。いつもおじさんが守ってくれたから。どうしても私を置いていくって言うなら一人でも会いに行くよ。神室町までおじさんに会いに。はるか、さあ帰るよ。ちょっと待ってえな。ここまでしてわし空振りかいな。な、殺生な。わしの金の卵が、わしのダイヤの原石が。ごめんね社長さん。いや、それその笑顔、何でも許したくなるその笑顔が君の仏教で。バイバイ。ほな、さいなら。って、アホかいな。わしがたぶらかされてどないすんにゃ。わしゃ、まだまだ諦めまへんで。
桐生だ。伊達さんを誘拐しただと。そう興奮なさらずに話を聞いてください。お前何者だ。警視庁公安二課の倉橋です。公安二課の倉橋。まあ二十数年前までは倉橋という名前ではなく字四民と名乗ってましたがね。あんたも人言派の生き残りだったのか。ええ、合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか。いや、合流会は関係ありません。ついに我々人言派が動く時が来たのです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。伊達さんは関係ないだろう。皆さんにお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと。誰なんだ。26年前に我々の人生を狂わしたガタガタですよ。当然あなたも来ていただけますよね。私は神室町の心臓部ミレニアムタワーか。夜明けまでにお越しください。さもなければ今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。分かった、必ず行く。ああそうそう、佐山薫さんもご一緒に連れてきてください。なぜだ。来ていただければ分かります。課長から連絡があって伊達さんが誘拐されたそうよ。今その相手からの電話だった。奴が人言派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。それで何の話だったの。夜明けまでにミレニアムタワーに来いと。もう新幹線はないわ。車で行きましょう。